なあ、アルト。一つ聞きたいことがあるんだ。もし、この世から痛みが。体の痛みはもちろん、大切な誰かを亡くしたりする心の痛みがなくなると、人間は幸せになれると思うか？痛みがなくなるか。痛みのない世界って、俺には想像できないな。けど、俺は痛みや辛さを乗り越えてきたから、ここまでやってこれたと思う。そういう意味では、痛みはあった方がいい、かな。そうか。そうだよな。あ、悪い。そういうつもりで言ったわけじゃないんだ。いいんだ。変な質問をしてしまってすまない。俺自身、心からそう思っているわけじゃないんだ。本当に辛いのは、体の痛みなんかじゃなく、大切な誰かが、傷ついてしまったり、亡くしてしまったりすることじゃないかって。ただ俺は、体の痛みがなかったからこそ、ここまで来れたのかもしれない。炎の剣のこともそうだが。シオンのことか。ああ。俺は痛みを感じないからこそ、シオンと旅ができていると言ってもいいしな。とはいえ、これからもうまくやれるといいんだが。アルフェンは、本当にシオンのことを気にかけているんだな。まあな。向こうは俺のことをどう思ってるか、よくわからないところもあるが。シオンだって、本当はアルフェンのことを思っているのは、行動を見てればよくわかるよ。だから、うまくやれるさ。二人ともそれだけ信頼し合ってるんだから。たとえ痛みがあってもなくても。アルフェンとシオンは、互いにとって必要な存在だと思うよ。そうか。そうだといいな。コレット？何か考え事か？うん。あの白い女の子のことを考えてたんだ。私ね、あの子と同じなんだと思うの。同じ？私もね、ミコって呼ばれてるんだ。世界を変えられる特別な力があるって言われてね。みんなを助けることができるならって頑張ってきたけど。でも結局、辛くて寂しい世界に閉じ込められて、みんなにも大変な思いをさせちゃったの。ね、同じでしょ？確かに。境遇は似てるかもしれないけどさ、コレットはコレットだろ。え？似たような境遇ならきっとコレットはあの子に寄り添ってあげられると思うんだ。だから助け出したらあの子の力になってあげればいいんじゃないか。うん、そうだね。なんか元気が出てきたよ。ありがとう、アルド。よかった。コレットはやっぱり、笑ってる顔の方が合ってるよ。まだ起きてたの？シオンこそ、休まないのか？私はいいわ。見張りをしないといけないし。それこそ俺がやるよ。シオンはゆっくり休んでくれ。おかしな人ね。なぜそんな風に、すぐに人を信用できるのかしら。私たちみたいに、どこから来たかもわからない人間を、さして警戒もせず。まして、私の振りまく痛みすら、怖がる素振りも見せないなんて。シオンを怖がる必要なんてないのは、シオンの大切な仲間たちを見てればわかるよ。シオンは人の痛みが理解できる人なんだって。それに俺だって今までたくさんの世界に行って
いろんな人たちと交流してきた。だから思ったんだ。シオンたちは信頼できるって。どこまでもお人よしね。俺たちであの子を助けて、決着をつけよう。必ず。そうね。私も黙って指をくわえて見てるつもりもないし。それじゃあ、お言葉に甘えて、休ませてもらおうかしら。睡眠不足で足手まといにならないよう、気をつけなさい。心配してくれてありがとう。ちょっといいかな。どうしたんだ、ジーニアス。実はさ、ロイドが無茶しないか心配で。ロイドが？うん。ロイドってば、ああいう性格でしょ？きっと、あの白い女の子を助けようと、躍起になってると思うんだ。そういう時のロイドって、自分が大変でもお構いなしなんだよね。だから、アルドにも、ロイドが危ないことしないよう、注意しててほしいんだ。なるほどな。わかったよ。だけど、ジーニアスはロイドのことをよくわかってるんだな。そりゃ、付き合いも長いからね。ロイドがどんなことをするかは想像がつくよ。ロイドの性格がそんなだから、僕も助けられてるところがあるんだけどね。でもロイドもジーニアスがいるから無茶できるんじゃないか？僕が？ああ、なんだかんだ言ってジーニアスはロイドについていくだろ。そうやって支えてくれるし、いざという時はジーニアスがいるって思ってるから無茶できるんじゃないかな。そうかな。そうかもね。ロイドに無茶させないためにも頑張らなきゃな。そうだね。あの子を助けたいって気持ちは僕も同じだし、無茶しないで頑張るよ。そうだ、これアルドに渡しておこうかな。万が一の時に僕の力が必要だってなったら、アルドの力になってくれると思う。ありがとう。大切にするよ。フルフ。そっか。フルルも助けたいって思ってるんだね。何を話してるんだ？あ、アルド。あの女の子のことで、ちょっとね。あの子、一人きりですごく辛そうだった。私もね、少しだけ気持ちがわかるんだ。私にも、フルルしか友達がいなかったから。フル？私も、痛みなんてない方がいいって、ちょっとだけ思ってたんだ。だけど、今は違うよ。この世界に来て、たくさんの人と知り合えて、すごく楽しかった。私、一人じゃないのかもって、少しだけ思えたんだ。だから、あの子にも、そんな世界を、ちょっとだけでもいいから、見せてあげたい。リンウェルは強いんだな。そうかな。でも、今までずっと一人だったし、泣き言なんて言ってられなかったからね。うん、あ、ごめんね。一人じゃなかったよ。フルルも一緒。フルフ。あの子のこと、必ず助けてあげような。うん、そうだね。あ、そうだ、アルド、よかったら、これを受け取ってほしいんだ。私の力が必要になった時に、
それで手助けさせてもらうね。もちろんできる限りになると思うけど。ありがとう。大切にするよ。アルドくん、何しけたつらしてんの。ゼロスはこんな時でも調子が変わらないんだな。おっと、それって俺様が不真面目だとでも言いたげ？そういうことじゃないよ。どんな時でも自分のペースでいられるってすごいことだと思うしな。だろ？アルド君もようやく俺様の凄さを認めたってわけね。しかしまあ実を言うとさ、今回の件俺様もちっとばかしナーバスになってんのよね。どういうことだ？生まれてこの方自分の意思で何かを決めることもできずに周りの大人に利用されて、そんでいざとなったらいらないやつ扱いされるって話。俺様にもちょっぴり覚えがあってな。あのかわいそうな女の子を見るとなんだかそのことをほんの少し思い出しちゃうってわけ。ゼロス。ただそんなやつでもよ、救ってくれる人ってのはやっぱいると思いたいわけよ。悪いな、柄にもなく湿っぽくなっちまった。そんじゃまあ飯でも食ってとっとと休んで次の戦いに備えようぜ。ああ、必ずあの子を止めて助けよう、ゼロス。おっとそうだ、お人よしておせっかいなアルド君にこいつを渡しておこうかな。もし俺様の力が必要だって思った時にきっと役に立ってくれると思うからよ。ありがとう。大切にするよ。黄昏や時を巡りて我惑う。何をしてるんだ？アルドか。いや何、少し感傷に浸っていただけだ。痛みから逃げた先に果たして何があったのだろうかとね。もしかしてテュオハリムにも何かから逃げ出した過去があったりするのか？むしろ逃げてばかりだったよ。痛みや責務といったものからね。私の出身は少々特殊でね、アルフェンやリンウェルたちとは生まれ育った境遇が違っていたのだ。とある理由からアルフェンたちと旅をしているのだが、その旅のきっかけというのもあまり褒められたものではないのだ。過去を清算するためといえば聞こえがいいのかもしれないが。へえ、デュオハリムにもそんなことがあるんだな。そんな矢先にこたびの少女に出くわしたのは何かの偶然か、それとも必然の導きか。いずれにせよ、痛みをなくそうという彼女に対して私に一体何ができるのか、いささか考えてしまうところがある。痛みから逃げることが悪いことなのか、本当のところ俺にはよくわからないよ。だけど目の前で苦しんでる女の子を助けないわけにはいかないだろう。たとえ痛みと向き合ってても。私も概ね似たような結論に至っていたところだ。やはり感傷に浸る前に兜の尾を締め直さなければな。ああ、そうだな。けど兜の尾を締める前に服のボタンが二つもずれてるぞ。ん？これは失敬した。世話役がいなければどうにも締まりがなくなるものだな。ティオハリムのこと少しだけ知れたみたいで嬉しいよ。君にとって必要な人材となれるよう、微力ながら
私も力を貸させてもらう。時にこれを受け取ってもらえるかね。君が私の力を求めるならば、きっと役に立つものだと思うのだが。ありがとう。大切にするよ。